札幌中心部の空はこの時間もどよーんとしていて、いつ雨が降り出してもおかしくありませんね。そうですね、札幌、あ、今レンズにもちょっと雨粒ついてます。ちょっと降り出しましたかね。はい、この後間もなく降り始めまして、雨が降ったり止んだりという天気になっていきそうです。ではこの後の天気の移り変わり見ていきたいと思います。この後午後6時の天気分布の予想です。南西部を中心に雨の範囲が広がっています。では時間を進めていきましょう。この後夜遅くになると次第に東側に雨の範囲が広がっていきます。ただ日付変わって明日の朝になりますと次第に雨の範囲狭くなっていきまして、お昼そして夕方にかけては広く晴れる予想となっています。運動会というところもありますからね。時間ごとのお天気マークで見ていきます。南西部です。今日からの雨は明日の朝早い時間帯には止みそうです。日中には各地で晴れ間が出まして運動会もできそうですね、うん、札幌では雨の量も少なくてグラウンド状態が極端に悪くなることはなさそうです。道南方面ではもう少し雨の量多くなるところもありそうです。続いて北部の予報を見ていきます。こちらも明日朝には雨は止みそうで、お昼前後から夕方にかけては広く晴れそうです。稚内では10メートル前後の風が吹くでしょう。夜には雨が降り出す見込みです。続いて東部です。浦河の周辺では朝9時ごろまで雨が残りそうですが、その後天気は回復するでしょう。ただ十勝地方ですとかオホーツク海側、昼過ぎから夕方を中心に大気の状態が不安定になりそうです。落雷、突風、急な雨、雹にご注意ください。明日も暑さは続きそうですね。明日日中の最高気温、今日と比べると低くなりそうなんですが、ただ明日も旭川や帯広では25度の夏日の予想となっています。熱中症は注意警戒レベルのところが多くて、紫外線は南西部を中心に強い予想になっていますので、しっかり対策をするようにしてください。お弁当には保冷剤を入れておくと良さそうです。この先暑さまだ続いていくんでしょうか。では週間予報見ていきたいと思います。函館、ね、今傘さしている方いましたね。雨降ってるようですね、はい、南西部ではもう降り出しているところもあります。南西部の予報です。あさって日曜日天気が下り坂、道南方面ではお昼前後から雨が降るでしょう。札幌でも夕方ごろから雨になりそうです。では続いて北部と東部の予報を見ていきます。黄色い枠がついているところが25度以上の夏日の予想です。あさって日曜日、稚内の周辺では1日を通して雨が降りやすくなりそうです。旭川では夕方ごろから、網走や太平洋側の地域でも夜には雨が降りそうです。月曜日も午前を中心に雨の降るところがあるでしょう。水曜以降広い範囲で晴れ間が戻ってきそうです。